わっ、いや壊れてるっすやん。あ、今問題なのこのオイルレベルセンサー、うん、インプット入ってエンジンかかんないんですか。おそらくね、音が鳴ら、燃料ポンプ動いてないから。さすがっすね、長谷川さん。何がよ、もうそこまで分かってた。マーキーはもう任せろって感じですね。88バスオートチャンネル、よいしょ。はい、今日は一人寂しく、オープニングさせてもらいました。あとね、外でちょうど目の前に太陽が来てて、ちょっと睨んでるように見えてしまったらごめんなさい。中古で仕入れてきたトライトンの、エンジンのチェックをこれからしようと思ってるんですけれども、どんな感じになってるのか見ていこうかなと思ってます。あれ、うわーす、何してるんですか。今日別件でちょっとたまたま来たんですよ。あ、仕入れの。そうそう、うちの仕入れだね。今撮影中、まあいいか。何やってんすか。うわ、いや壊れてるっすやん。エラーが出てます。マジですか。しかもアクティブで。ああ、何が壊れてるんですか。アクティブっていうのは今現在故障出てるってことです。 YouTube 一応説明しとかないと、ね、はいはいはい。でオイルレベルセンサーとヒューエルレベルセンサー、トリムインプット、あと E ストップ、はいはい。このね、ヒューエルレベル、はい、トリム、うん、E ストップ、これはもう問題ないんですよ。あ、問題ないですね。センサーがついてないので、うん、あ、そういうことですね、はい、最初からもうどうしても出てくるやつってことですね。だから今問題なのはこのオイルレベルセンサー、うん、インプット入ってる。これってエンジン側とタン、まあ、エンジン側ですよね、うん、センサーついてるのエンジン側だけやから、だからまあそちらのセンサーですね。そうですね、このあのオイルタンクについてる上から の、 あのセンサー、ちょいちょいあるやつでね。ちょいちょいある、わかりました。で、このこの E ストップのはこのキルスイッチで切ったら出るやつですね、うん、そうです、うん、そうです。まあちょっとその辺を見ていく感じかな。ただ今イグニッションオンにしたんやけど、普通燃料ポンプウィーンって回るでしょ。はいはい。何も落としてないんで、はあ、エンジンかかんないんですか今。おそらくね、音が鳴ら、燃料ポンプ動いてないから。さすがっすね、長谷川。何がよ、もうそこまで分かってた。いやいや、分かるでしょ、もうすぐ治るやない。いやいや、それはちょっとまた別に。マーキーはもう任せろって感じですね。いや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 、もうありがとうございます。何かあったらいつも高泉さんに電話してます。いやいやいや、ありがとうございます。いやいや、よろしくお願いします。え、もう帰っちゃうの。僕シーレがあるんですよ。あ、そう、はい、もう一緒にやっていこうかなと思ったんです。もうでも大丈夫。もうマーキーがすぐ治るからね。あ、そうですか。古くでもすぐ治るから。まあ何かあったら連絡します。壊れてるところが分かれば簡単です。分かりました、はい、また電話しますね。そこ行けます。分かりました、はい、ありがとうございます。はい、はい。さっき言ってた、オイルのタンクの、センサーの不良のエラーなんですけれども、これですね、ここにセンサーがついてるんですけど、あとタンクの中にもう一個フロートセンサーというのがついてますので、そのどちらかの不具合だと思います、ね、本当にね結構ねあるんですよ。なんで、まあ、ちょっと交換して、したらもう治ってくると思いますので、ちょっとやっていきたいと思います。はい、実はですね、このトライトンなんですけども、お客さんがついてるんです。営業の方から、依頼が入ってまして、今日はちょっとどんな感じかなっていうのだけ見ようと思って、作業してたんですけれども、7月ぐらいに、納定っていうのがちょっと決まってるみたいなので、具合を見てですね、作業の段取りをしていきたいなと思ってます。とりあえず今ついてるものを見ていってるんですけど、エレキはウルトレックスの 36V のこれは、45インチかな、がついていますね。で HDS の9と、エリートの 12Ti2 がついてます。でもう一個ローランスの魚探がついてるんですけど、これはちょっともうだいぶ古そうなんで、これはもう外していこうかなって思ってますね。あとは後ろ側に
も、ローランスの HDS の7がついています。その辺の魚探はもうちょっとそのまま、サドチェックして使えるんであればそのまま使っていこうと思ってます。このボートなんですけど、お客さんからのご要望が1個ありまして、こことこことこの1段下がったところと、あと下の足元のフロアのところですね、シーデックを貼ってほしいとお聞きしております。まだ何も、デザインとかは私わからないんですけど、これからお客さんと打ち合わせして、どんな風に、やっていくかっていうことをですね、いろいろやって、仕上げていきたいと思ってます。で、うちではですね、まあ、今言ってましたようにバスボートにこういうシーデック、自分の好きなこんなデザインがいいみたいなやつで、デザインを出して、それを作って施工するっていうことをやってますんで、もしこんなのやつやりたいなっていうふうに思っている方おられましたらですね、88バスボートの方にですね問い合わせいただけたら、一回打ち合わせさせてもらいまして見積もりからさせていただけますので、どうぞよろしくお願いします。で、あとはちょっとこれ周り見てもらったらあれなんですけれども、バスボートいっぱい置いてあります。ちなみにここに置いてあるやつはみんな売り物のバスボートなので、一つ一つですね、メンテナンスしながら、しっかりお客さんに喜んでもらえるように、やってるいきますので、ボートを買いたい方、ボートを売りたい方、いろいろおられると思いますので、お問い合わせいただけましたら、私が直接ではないですけど営業の方から、対応させていただきますので、そちらの方もどうぞよろしくお願いいたします。